saint jerome from 347 to 420 was a priest, confessor, theologian, and historian. he was born at stridon, a village near emona on the border of dalmatia and pannonia. he is best known for his translation of most of the bible into latin, the translation that became known as the vargata. パブロピカソは、マラ・ゲルニカ・サント・ジェームの Doctor of Church の時代ロマン・カトリックにおいて最大の功労者と言われているのがセント・ ジェロームですそのセントジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの絵の中に描かれていました広瀬林浜松市ジャパン The anger a n agony of Jesus Christ.Correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈についてイエス復活聖書というふうに説明していますが正しくはユダヤ・ゲマトリアによればですね77キリスト合礼聖書の 会という意味です全体としては Christ is Biblical k i n つまりキリストは聖書のカインであるという意味になります。間違いを訂正しておきます。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian who also became a doctor of the church. Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September 30th every year with a memorial. This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. The main conclusion in this video is that. The man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework. And I say here as well that the man is Leonardo himself or Jesus after 1500 years. 今日の物語はダヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。 420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。 しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、称号をしてみるとダヴィンチ彼自身であることがわかります。 左がダヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に称号していきますと、違いを探すことができません。称号が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダヴィンチの絵は、大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。 さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人を下らないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの 骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によっては、そのようにも見える、というふうに、片付けられてきたようです。が、この男性は、レプタリアンでした。さらに、今までの私、林博史の説を総合しますと、この男性はダ、ダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。 これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、まあその男性の絵ということになります。まあ、レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いています。 いるということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね、えー。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこう、ダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三拍眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただけたんですけども、三拍眼ですね。そして、 ま、こうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、まあ、コブって言いますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、あの、ものがあるわけです。まあ、こうしたところが、あの、特に目元のね、あの、コブって、こブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見てみますが、まあ、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛。そして、まあ、鋭い目つきですね。 まあ違いがありませんね。あのー、もちろん見る方向、角度が違いますから、あ多少違って見えますけども、まあ、違いを探すうが難しいと。そして突き出た顎ですね。そして口、大きな口。そして歯並びが大変悪いですね。ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、えー、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。なあ,あち、ミケランジェロは ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジョロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、えー この骨格を見ていただきたいんですね。で、この歪曲した骨格、そしてここにコブがある。これ、レプタリアン独特のコブですね。で、アバラボ骨も、まあ、人間のそれとは違うと。それから特に、あの、ノードボトケの下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そして、この目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。 この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それから、その、目の上にですね、もう一,一枚こうあ、下まぶたがあるのわかりますかそしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これがまあ今日のポイントですね。そしてこれが、 まあこの男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ決定的な証拠ですね。まあそのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。 で、トカゲも、トカゲはですね、目の中にもう一,一枚、まあ、人間にはない膜といいますか、ああ、りますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、ーブからご覧くださいよ。ブツブツブツっとこう、点々になっているのわかりますか上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、 CD、まあ、て言うんですかね。絵だ、枝ということですね。写真から作った絵だということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。なあち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、 もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これはあの、下まぶたではありませんよ。あの、向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、分かりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。 そしてその目はレプタリアン、なわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうしたクがあるわけです。で、それを、えー、ダヴィンチは、まあ、表現した。なわちこれはダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあこうしてあのダヴィンチの像が作られる。これは元のリアルイメージですね。そしてこのイメージと今お見せしましたジェローム、聖ジェロームと言われている老人と 一致すると。そしてその顔から、このダヴィンチの巨像ですね。3D、2D モデリングとかですからね。3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの巨像ということになります。まあ、続くビデオの中では目の中の目ということを説明します。レプタリアンはみんな共通して目の中に目を持っていました。という話です。どうかお楽しみください。And bye! Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion, Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped. Bring worldwide attention to the Spanish Civil War パブロ・ピカーソの代表作でもあり最もよく知られた作品がゲルニカですゲルニカというのはナシスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊された スペイン北部のバスクの田舎の村の名前ですその爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですがその絵は1937年にパリで開かれた万博会場を並びに世界中で公開され それによってスペイン内戦は広く知られることになり同時に世界中から救済資金が集まったと言われていますがあの「ゲルニカ」は本当に爆撃された「ゲルニカ」をテーマにして描かれた絵なのでしょうかもしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります繰り返しますもしそうなら ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私、林博が発見し、林博しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも 1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明。広志林ハママ・シティ・ジャパン。 前もって話しておきますが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでしたルカ・シヌレリの顔に大きな鼻と髭をくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますつまりレオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになりますしかしそれは今日のポイントではありません ルカシノレリはたくさんの絵画を残しています。そのルカシノレリの描いた絵の中にこのような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像と言いますか、実像であると判断しました。ミラノの セムシ男とも呼ばれていましたミケランジョロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林博は判断していますミケランジョロ自身は彫刻をしていませんでしたともかくもここに描かれている老人は誰かということになりますが一応セント・ジェロームということになります右がレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる セント・ジェロームですこのセント・ジェロームとそしてシノレディの書いたセント・ジェロームは同一人物です。それもそのはず元の画家は一人1,500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。 比較してみてみください。これがセント・ジェロームイコー =1500 年後のイエスということになります痩せこけてそして独特なポーズをしています今赤くて囲ったのが本物そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになりますこうして並べてみるとこれらの人物が 同一人物であることがわかります、まあ、このような形でルカ・シノローレリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しましたつまりこれが1500年後のイエスの実像ということになりますがそれも今日のポイントではありませんセント・ジェローム4世紀後半に現れて ラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖ドクター・オブ・チョーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしています。 セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけどもそのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの「ゲルニカ」の中に描き込まれていました。By 林発見ですでそのセント・ジェロームは、まあ、神とも言えないしかし人間とも言えないえつまり デミゴットである可能性がぐんと高くなりました左がシノエリの描いたセント・ジェロームそして右がダヴィンチが描いたセント・ジェローム、まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してくださいまっすぐには立てなかったものと私林博士は判断していますで顔を比較してみると ヒゲのあるなしはありますがこれら両者は全く同一人物であることがわかりますそして右のダヴィンチ・ナルカが描いたセント・ジェロームはダヴィンチが他に書いたイエスの顔と一致しますその称号もこの後皆さんにご覧いただきますつまりここでシノレリナが書いたセント・ジェロームと ダヴィンチの描いたセント・ジュロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。ケ椎は人間は7個です。しかし、このラム族は13個あります。その細いケ椎を支えるために首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない。 剣が走っています左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダヴィンチが描いた、まあ、解剖図ということになっています。骨格に注意してください。えつまり右のセント・ジェロームはシノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なりますモーフィングしていました。そしてその証拠が 解図の中に描かれています同じ人物ですね。で、この人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。 同じ表現でミケランジローが失礼なの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で瞳であることに注意してください。つまりこのような形で。 ダ・ヴィンチもそしてミケランジェロもここに描かれているのは人間ではないつまりデミゴッド半神半人であることを示していますもう一度この解剖図を見てください、まあ、この顔とそしてまあ右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてくださいそしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます 骨格も一致していきますつまりセント・ジェロームは少なくとも人間ではなかったということになります。縦線1本だけの瞳に注意してください。で結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いた「ゲルニカ」の絵の中に描き込んであったというわけです。となると、この「ゲルニカ」の中には3人の イエスがいるということになりますそれについてはまたの機会に述べるとしてで結論をもう一度ここで確認しておきたいと思いますパブロ・ピカソの描いたゲルニカですこの絵の中には下の方に処刑で殺されるイエスそして右下にセント・ジェロームが描かれていますこの赤い丸で囲んだのが処刑される貝玉のイエスです 馬に踏みつけられています。そして両手を広げて向かって左側の手には、聖魂が描かれています。上は、えー、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家,画家が描いたとされる、あんやりの戦いの絵です。や,やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる、まあ、隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。 By サトシ・モリモトですそしてこの手の甲に注意してください。この手の甲,手の甲には聖魂が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖魂がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なおこ、こうした事実を発見したのは私、林博です。 つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からず、この絵を描いたということになります。これが処刑されたイエスです。そしてもう一人、右下に、えー、セント・ジェロームが描かれています。セント・ジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。 そのポーズと先ほどお見せしましたセント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左はダヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから、右もセント・ジェロームです。バイ・ハヤシ・ヒロシ発見です。 でこのような形で、えー、ピカソはセント・ジェロームを絵の中に描き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で統治、えー、を持っているイエス・キリストがいます。 ということは、この絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説、バイ・林広ということになりますが、それについては、今後、さらに検証を重ねていきたいと思います。 Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion, Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped. Bring worldwide attention to the Spanish Civil War パブロ・ピカソの代表作でもあり最もよく知られた作品がゲルニカですゲルニカというのはナシスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊された スペイン北部のバスクの田舎の村の名前ですその爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですがその絵は1937年にパリで開かれた万博会場を並びに世界中で公開され それによってスペイン内戦は広く知られることになり同時に世界中から救済資金が集まったと言われていますがあの「ゲルニカ」は本当に爆撃された「ゲルニカ」をテーマにして描かれた絵なのでしょうかもしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります繰り返しますもしそうなら ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私、林博が発見し、林博しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも 1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりましたその証拠と証明広浜ある著名な美術評論家は次のように書いています。 白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親狂ったように叫ぶ馬天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。 なお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだとが本当にそうでしょうか順に解説してみますでは林博志方式でこの絵を検証してみますまず気がつくのは 中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様ですこれは何かということですけども私はこれを目と判断しました目の下から14本の光線が出ている点に注意してください右はフリーメイソンのシンボルマークですでこの目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります 14つまり 7×2、7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7、7、 7でつながっていきますついでですが14という数にはもう一つ別の意味があります7たす7つまり 7, 7を組み合わせると77になります77というのはユダヤ・ゲマトリアによればキリストを意味しますそのことをミケランジェロも 知っていたのでしょうか失礼な礼拝堂の天井画ですけども中央にイエス・キリストが位置しますそしてその下に7「七七」という数字が隠し文字の形で書かれています「七十七」つまり「キリスト」ここに描かれているのは「キリスト」だよという意味になります話を 戻しますつまりこのような形でつまり目を描き14本の光線を描くことによってパブロ・ピカソは自身がフリーメイソンもしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しましたその証拠がもう一つ描かれています中央に まあドアのようなものが描かれています私はこれをドアと判断しましたそのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばしその手の先にトーチを持っていますこのトーチに注目してくださいこの人物は誰かということですけどもこれが今日のこの動画の最大のポイントとなります左はイタリアの サント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角。そしてその上の膨らんだ部分。そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチを この人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがーチを持っています。それと同じーチがケルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では、 左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えは NO です。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図は、ダ・ヴィンチになる画家が描いたとされる、あんやりの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。 アンヤリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です頭からは血を流していますそして馬に踏みつけられています構図が同じです頭の周りを見てください血が流れて,ていますこれは血を表しながらも実はハローつまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています これは森本聡さんという方が教えてくださいましたそしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠はこの人物の左の手の甲を見ていただくとわかりますそこには「聖痕が描かれていますこうして1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエスは レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通してそしてあんやりの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました頭からは血を流すその血が降臨をかたどっていますそして左手の甲には聖魂が描かれていますそしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね右のような事実を知っていてそして動画で発表したのは 2012年以後の林博士ということになりますピカソが知るよしもなかった事実ということになります左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということはその絵の中にその証拠が残っていますこの人物の手のひらを見てくださいここには五芒星が描かれています つまりこのような形で、聖婚をごぼ星に隠してピカ,ソはピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えば、シンボライズされた聖婚ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖婚を 五で表現したとということになりますでもう一度繰り返します。パブロ・ピカソの「ゲルニカ」です。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは込まれていたことを発見し、動画で発表したのは 私、林博です。それ以前には、誰も知るよしもなかったことです。さらに、ここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これは、ミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけれども、その絵の中に、ノアと3人の息子の絵があります。 左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば縁起を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は縁起です。縁起のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは 神々であるとということになります。ではその牛の下の人物今まるで囲んだ部分の人物は誰かということですけれども女性と赤子のようです右はシュメールのイナンナですまたの名をイシタそしてヘブライ名をマリアと言います女王はラファエロの描いた聖母子の絵ですそれと同じ構図でパブロ・ピカサの中に 母と子が描かれていますつまりここに描かれているのはマリアということになりますそして赤子の目を見ていただきたいんですけども白目で描かれています死んだ子供の目ということになりますマリアは人間の子供を食していましたでは右下の人物は誰なのでしょうか 丸をつけてみます色をつけてみますこの人物は誰かということですけどもそのポーズに注意してください言うまでもなくセント・ジェロームですこれはダ・ビンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども左右反転してみるとそのポーズが同じであることが分かりますつまり このような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家、ルカ・シノレッリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり、右下に描かれているこの人物は、 セントジェロームということになりますで最後にもう一人人物が残ります一番右端の人物ですこの人物は誰かということですけれども奇妙な壺のようなものの中に入っているのが分かりますそして小さな窓が描かれていますこれは何なのでしょうかそのヒントは神聖な礼拝堂の 絵の中にありましたバプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私、林博士は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますがこれは魂です。頭ではありません。つまり穴です。 そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角いマクとして表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますからどうかご覧になってください。 で結論とということになりますパブロ・ピカソは戦場となった「ゲルニカ」を描いたものだと言われていますが本当にそうでしょうかもう一度皆さん自身の目でこの「ゲルニカ」を見てくださいそして皆さん自身で判断してください一番左にいるのはマリアです子供を抱いているマリアです そしてその上にいる牛は延期つまりプロメテウスを表したものです次にこの下の人物は替え玉イエス処刑となった替え玉イエスを表したものです上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目またの名を摂理の目と言いますそしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です そのトーチシンボリックなトーチを持っていますサンタ・アポリナレ・ヌーボーの統治と一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまり、キリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。 つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて神々の世界を描いた絵ということになりますそしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになりますつまり、 パブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうかある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面 モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親狂ったように叫ぶ馬天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている左下で倒れている人物はピカソ自身であるというなお闘牛や馬が意味するものとしては牛を ファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生馬をフランコシュンとする解釈などもあるようだ。と、私、林広氏はノーコメントです。バイフォーナー Wikipedia English writes about the Holy Bible as follows. The Vulgate is a late 4th century Latin translation of the Bible that became the Catholic Church's officially promulgated Latin version of the Bible during the 16th century. The translation was largely the work of Saint Jerome, who, in three hundred eighty two had been commissioned by Pope Damasus I to revive the Vetus Latin or old Latin in English Gospels then in use by the Roman Church Wikipedia. 次のように書いていてます。4世紀後半にラテン語に翻訳され16世紀にラテン語版として交付された一般にはただヴァルゲートと呼ばれている聖書が現在カトリック教会の正式な聖書となっているその翻訳の主だった部分は382年に聖ジェロームが ダマスス1世法王によって依頼されそれまで古典ラテンと呼ばれていた別スラテンを聖ジェロームが改訂したものであるそしてそれが現在ローマンカトリックで使用されているとここで名前が登場してくるのが聖ジェロームということになりますまた聖書の流れについてはそれだけでも 一冊の本になるくらい複雑多岐に分かれていますのでここでは割愛しますそれがまた今日のポイントではありません今日のポイントは4世紀後半に聖ジェロームが主にヘブライ語の聖書をラテン語に翻訳したということそしてその時できたラテン語の聖書が現在ローマンカトリックではラテン語の聖書の 骨格とととなっているといるうことですその聖ジェロームは現在ドクター・オブ・チャーチと祀られカトリック教会の中でも最大の功労者と位置づけられています今紹介している絵画はアンドレア・デル・ヴェロッキオの描いた聖ジェロームです私林宏はこの人物こそが1500年後のイエス イエスキリストつまりルネッサンスの時代に現れたイエス自身の自画像であると判断しています広瀬林浜祭りジャパン social consciousness come website writes as follows our history is not what we think over the past few thousand years we have warped our own history our versions of the past has been mistranslated changed altered and Skewed to fit our understanding of reality, and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history of Leonardo da Vinci. I Hiroshi, will present you here in this video some facts. I have discovered that Leonardo da Vinci was a concocted puppet artist of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. The painter of Leonardo da Vinci did not even exist in the history. 私たちの歴史は私たちが思っているようなものではありません。つまり私たちの歴史は現実に合わせるため、誤訳され、変えられ、手が加えられ、ねじ曲げられてきました。そしてその結果、説明できないものをそのままにしてきたのです。私たちは今こそ もう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないでしょうか。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチ。ダ・ヴィンチは1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストによって捏造された架空の芸術家でした。つまり、ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていなかったのです。私、 林やしは、私自身が発見したいくつかの事実を皆さんにご覧いただきます。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチについての事実です。ひろしはやし、ハママ・シティ・ジャパン。最初に皆さんに、1500年後、つまり、 ルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの実像をお見せします。これがミケランジョロの彫ったと言われているペータ像です。このペータ像の向かって左側、イエス・キリストの右腕に注意してください。この腕には奇妙なコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。人間にはないコブですね。 特に肘から、まあその下にかけてですね、このようなコブが表現されています。そして上腕には、まあ人間にはないヒレのようなものが表現されています。まあ下の筋肉が盛り上がっているから、このようにも見えるということになりますが、その左側の側面には、やはりヒレのようなコブがあります。つまり上腕にはヒレがあります。このコブに注意してください。この コブがイエス・キリストの決め手となりました。バイ・ハヤシ・ヒロシです。で、このコブと同じものを、やはりミケランジローがカッシナの戦いのこの絵の中に描き込んでいます。向かって右側下、足の皮をベローッと剥いでいるこの人物に注意してください。靴下を剥いているのではありません。皮を剥いでいます。 頭には花冠りをつけています。ここが重要です。つまり、この、まあ、群像の中で、この人物が王であることを示しています。そして、左右反転し、拡大しますと、その腕は左のペータ像に表現されているイエス・キリストの腕と一致します。古文に注意して、皆さん自身で確認してください。右はやや影になって見にくいですけども、ヒレが表現されています。 注意深くご覧ください。つまり、左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。ここが第一のポイントです。小武に注意してください。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、頭には鼻かんぶりをかけて、かぶっています。この群像の中に描かれているのは、イエス・キリストの12人の弟子プラス、マリア。 ということになります。同じ絵をですね、ミケラ、ダヴィンチがですね、スケッチ画の中に残しています。これがダヴィンチの書き残したスケッチ画ですけども、やはり同じように、コブ、ヒレが表現されています。このヒレに注意してください。 同じヒレが表現されています。人間にはこのようなヒレはありません。つまり一番左がジーザスクライストですから中央もジーザスクライスト。そして右のダヴィンチの書いたこのスケッチ画もジーザスクライストということになります。やはり肘の周りのですね、コブが決め手となりました。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。皆さんこれが事実なんですよ。これが事実なんですよ。いろいろなことが言われてますけども、 これが事実なんですよ。まずそこにある事実を認めるということです。受け入れるということです。ここが重要です。いいですか左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。そして、この人物に注意してください。これも一応、レオナルド・ダヴィンチなる画家が書いたと言われている。まあ スケッチ画です。この人物に注意してください。周りにいる人は、このイエス・キリストの弟子と、私、林、ヒロは判断しました。そして左がカッシナの戦い。ミケランジロがですよ、カッシナの戦いの中に描いた、あの足の皮を生えている人物と比べてみてください。一致します。まあ、まあ、このようにですね、一致するということです。それ以上言いようがありませんね。小さな耳、えー、小さな耳タブ。そして、鍵花。 ここですね、鋭い目、そして鼻がですね、わし腹になっていて小さな小鼻、大きな口、鋭い目、細い眉毛、そして耳の下のこぶ、突き出た顎、割れた顎。順に皆さん自身の目で比較してください。これが、あまあ、 1500年後のイエスの特徴ということになります。そして右の顔は私たちが知っているダヴィンチのあの老人の自画像の顔と細部に至るまで一致します。その証明もこの後に出します。ともかくもこの人物が2人同じです。ということは左がイエス・キリストですから右もイエス・キリストということになります。わかりますかこれはイエス・キリストです。頭に鼻かんぶりをつけています。 王者であることを示しています。ここに描かれているカッシナの銃の、まあ、群像の人物たちは、実はイエス・キリストの12人の弟子プラスプラスということになります。あ,あの、水の中から手を出しているのはユダということになるわけですね。まあ、ともかくもこれがイエス・キリストということになります。ジーザス・クライストです。ここが重要です。皆さん注意深くご覧ください。これはイエス・キリストですね。今から2000年前、イエス・キリスト の、いわゆる、まあ、実像ということになります。そして、それが、全く同じ顔の人物が、カッシナの戦いのミケランジョロの絵の中に描かれています。そして、その人物の腕と、そして、右のペーター像のイエス・キリストの腕は一致します。このような形で、右がイエスですから、中央もイエス、そして、左もイエス・キリストということになります。こうして繋がります。ジーザス・クライス、ジーザス・クライス、ジーザス・クライスです。これが事実です。 こうして三者がイエス・キリストということになります。繰り返します。一番左は2000年前のイエス・キリストの実像ということになります。そして、このような、まあ、そうした顔をもとにしてですね、データベースが作られ、この老人になったイエス、いわゆるダヴィンチの顔が捏造されました。そして、ここ、ダヴィンチはですね、いろんな人物像を描いていますが、全部一人の人物、すなわちイエス・キリストの顔ということになります。まあダ、ダヴィンチなる まあ、かかを通してですね、1500年後のイエス、ルネッサンスに現れたイエスはこのようにして、えー、自分の自画像をいろいろな方法で残しました。細部に至るまで、イボの,イボの位置、小さな小鼻、大きな口、鍵鼻、まあ、耳の下のこぶ、小さな耳、すべて一致します。耳の下の、まあ、小耳ですね、も、耳たぶも一致します。まあ、このように、まあ、細部を見ていきますと、違いがないという点で、えー、一致します。 イボも一致します。二つに割れた顎。鋭い目つき、細い眉毛。皆さん自身の目で確認してください。実はこれらすべて、1500年後のイエスの顔だということになるわけです。で、中央上の私たちが知っているダヴィンチの自画像も、その、いわゆる1500年後のイエスを元にデータを取り、そしてそれを変形させて描かれた、捏造した、まあ、捏造された自画像ということになります。鋭い目、三白眼。 注意してご覧になってください。そして、えー、いわゆるレローナド・ダ・ヴィンチはセント・ジェロームの絵も描いています。これが、まあ、500年後ですね。まあ、今から、えー、1500年前のイエスの実像と判断しています。順序がアベコベじゃないかと言われてますけども、神々の世界はそういう世界です。耳が、耳がですね、個人差の大きい部位ですけども、全く同じであるところに注意してください。 まあ、右のね、このセントジュロームは、ふっとしたらですよ、1500年後のイエスということにもなるわけです。セントジュロームということになる。セントジュロームそのものはね、えー、まあ、400年前後の人物ですから、まあ、その人物をレオナル・ダ・ヴィンチが描いたということになります。しかし、特徴は全く一致します。言い換えますと、右のこのセントジュロームなる人物は、1500年後ルネッサンスの時に現れたイエス・キリスト自身の自画像ということになります。 注意深く比較してください。全く同じなんです。特徴がね。買うというのは違いがないという点で同じと判断します。皆さん自身の目で判断してください。なあち、この左の人物も Jesus Christ。そして右の人物も Jesus Christ。いつということに関しては、まあ私はやはり1500年後のイエスと判断しています。私、林博氏はこの人物は1500年後のイエスと判断しています。これらすべては これらの全ての人物は1500年後のイエスが、まあ、り画家であったレオナルド・ダ・ヴィンチを通して書き残した、まあ、自画像ということになります、えー。この後証明しますが、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在していたという証拠そのものが全くありません。つまり、ここに描かれているのは皆、みな 1500年後のイエスということになります。これらの絵は 3D モデリングテクノロジーを使って描かれたものです。注意深くご覧ください。すべて同じ特徴を兼ね備えています。下の絵もこれもレオナルド・ダ・ヴィンチが描き残した絵です。こうしたレオナルド、1500年後のイエスの、えー、自画像をもとに右のモデリングのデータベースが取られました。特徴をそこに集めたわけですね。この特徴、この データモデル、ベースを使って、私たちが知っている、レオナルド・ダヴィンチの、いわゆる1500、自画像老人になってからのですね、自画像ができたということです。左は、この両者はですね、レオナルド・ダヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。が、まあ、これは1500年後のイエスが書いたものです。コンピューターテクノロジーを使って書いたものです。そして、その下を変形させて、この下の人物にヒゲと、まあ、あ 髪の毛をくっつけたのが右の私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のですね、いわゆる自画像ということになります。 唇の周りの傷まで一致しています。皆さん自身の目で判断してください。これが皆さん事実なんですよ。いろんなことを言っておられ、いろんな方がですね、いろんなことを言っておられますけども、今はこのような形で私たち自身の目で確認できる時代になりました。お疑いの方はその都度ポーズして、この写真を確かめてください。左三者はですね、ただ、面としか紹介されていません。 こんな簡単な謎が解けなかったんですよ。500年間。そして右の、あそのレオナルド・ダヴィンチの自画像なるものが捏造されました。そして左の3枚はですね、右の自画像ができる、できてからその後にできたんですよ。順序がアベゴベなんですよ。わかりますか右の下のダヴィンチの像の方が、ああ、先にできてるんですよ。1年先に書かれてるんですよ。そしてこうした絵と、そして一番右の 先私がですね、ジーザスクライスと先ほど証明した人物の顔と一致します。この絵が重要です。皆さんご覧ください。中央の中段の一番右はイエス・キリストでしたね。そのことはわかりますね。そしてそれと同じ顔、下を見てください。その顔とですね、歌詞の戦いの中に描かれている足の顔をペローと吐いている人物の顔と一致し、そしてミケランジェロの タ像のイエス・スキリストと一致すするわけですもう一度詳しくせあの説明します。ここが第二のポイントです。皆さん自身の目で確認してください。左はイエス・キリストでしたね。えー、いわゆるカ、まあの戦いのジーザス・クライストと一致するわけです。そして右がダヴィンチナル画家が描いたとされるセントジュロームです。特徴が全てパーフェクトに一致します。皆さん自身の目で見てください。 ま、一応、この、400年後のセント・ジェロームということになってますけども、セント・ジェロームを画材にして、1500年後のイエスは自分の自画像を描いたということになります。フォー、出た方骨、ここに小さな首、耳の下の首、みんなを一致します。わかりますか皆さん自身の目で確認してください。左がジーザス・クライスとなると、右もジーザス・クライスということになるんですよ。割れた顎、そしてこの方骨の下のくぼみ、シワ、 そして、花の小さな小花。すべて一致します。違いがありません。大きな口、花並びの悪い花。そして鼻、花の途中が膨らんでますね。口が、この花並びがあまりよくありませんね。小さな小花。あみんな一致するんです。花の先が二つに割れてますね。左いいですか皆さん。左がジーザスクライストですから、右もジーザスクライストいうことになるんですよ。 それを、まあ、1500年後のチーザス・クライストはですね、イエス・キリストは、ダヴィンチ、それからミケラ・ニトルという操り人形芸術家を通して自分を表現したということになります。その、この目の口ところの、まあ、イボですね。イボまで一致してますよ。そして左はですね、頭にタオルをかけてますから、頭は見えませんけども、輪郭は全く同じです。つまり左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになるんですよ。耳は大変、まあ、 個人差の大きい部位です。その耳ですらもこのようにパーフェクトに一致しています。耳、皆さん自身の目で確認してください。えつまり、 これらの絵はですね、すべて 3D コンピューターテクノロジーを使って描かれた絵だということです。人間が描いたものではないということですね。その証拠がですね、まあこの後紹介しますけども、ベロッキオの描いたセントジュロームに残っています。まあともかくもこのここではですね、左がジーザスクライストですから、右もジーザスクライストであるという点に注意してください。わかりますか左は 二千年前のジーザスクライストの実像と、私、林博史は判断しています。中央は1500年、それから1500年後のルネッサンスに現れたジーザスクライストの自画像、あるいは写真から起こされた絵と、私は判断しています。林博史説ですが。しかし、これらの事実を積み重ねますと、それ以外に、その、なってますか、これらの謎を解く、まあ、方法はないということですね。 不思議な謎だ、不思議な謎だだけを繰り返していたのでは、いつまでも謎の迷路の闇の中で往想をするだけです。大切なことはそれらから理論を組み立て、そしてその理論から、まあ、こうしてですね、発展的にものを考えていくということですね。鋭い目つき三拍感、細い眉毛、皆さん自身の目で確認してください。 つまり、左が繰り返しになりますけども、しつこいようですけども、左がイエス・キリストでしたね。ミケランジョロのペイダー像のイエス・キリストとつながります。そして、右もイエス・キリストということになります。つまり、繰り返します。右が1500年後、今から500年前の皆さん。これがイエス・キリストの実像ということになります。目,目の付け根のね、胃ボまで一致しています。鼻、それから鋭い目。注意してご覧ください。注意してご覧ください。 まあ、こうして一致していくということですね。これが動かぬ証拠ということになります。では、皆さんの知っている、まあね、カトリック教会でいうイエス・キリストは誰か。言うまでもなく、替ラバです。それについての説明は、また別のところでし、また証明しましたので、そちらをご覧になってください。歯並びの悪い歯。一本この歯がね、あの、飛び出ている点も、この1500年後、そして2000年前のイエスの、イエス・キリストの特徴ということになります。 まあ、ここが今日のポイントですから、しっかりと頭に叩き込んでおいていただきたいと思います。まあ、鼻の付け根のところにあるイボまで同じなんですよ。鼻の太いところ、この部分ですね。チューブかご覧ください。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。判断なさるのはあなた自身だということですけども、まあ。 そういうことですよね。それ以上のことは私には言えませんが。まあ、ともかくも、このセントジェロームが、いわゆるま、1500年後、いわゆる500年、今から500年前のルネッサンスの時期に現れた、イエス・キリストだということですね。そして、このような古ブも一致しています。下の一番右もですね、これはダ、ダヴィンチ・ナルカが描いた、まあ、スケッチ画ですね、そして、右から二人、二つはですね、これはミケランジェロが、ま、表現したイエス・キリストということになります。 そして、目にも注意してください。この目の中には、瞬膜と呼ばれている、まあ、目があ、瞬膜が表現されています。それについての説明も別のところでしました。つまり、まあ、1500年後のイエスはですね、少なくとも人間ではなかったということになります。つまり、神だったということになるわけですね。まあ、このような形でして、このセントジェロームイコール1500年後のイエスということになります。ここが重要です。皆さん、これが Jesus Christ。クライスト の実像なんですよ。そして下に春膜っていうものが、まあトカゲの春膜ですけども、同じものがあります。春膜の境目,境目には、ぶつぶつの点まで表現されています。今赤い丸で囲んでみました。皆さん自身の目でご覧、確認してください。これは絵,絵ではありませんね。 エりはここまでは表現できません。瞬膜というのは瞬間に動くから瞬膜と言います。目を、目の中に、目の中にあってですね。そして目を保護する、まあ膜ということになります。人間にもその痕跡が残っているそうですけども、まあ現在、まあこの人間にはこの瞬膜が残っていません。左が、レオナルド・ダ・ヴィンチが書き残した、あまあ自画像、イコール、まあ、なる画家を通してですよ。イエス・キリストです。となりますと、右も、ジーザス・クライストということになります。 確認していただけましたかセント・ジェロームというのは、実は1500年後のイエス自身が書き残したイエス自身の自画像ということになります。この自画像を元にデータベースが取られ、そして私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、老人になってからの自画像が作られたということです。まあ右の方は替え玉だということですね。むしろ右のヨハネと言われている人物の顔と左の、えー、この人物の顔が一致します。 まこれは替え玉です。しかし、まあハイブリッドであったことは言うまでもありませんね。特徴がよく似ています。まあ特に頭の付け根から肩にかけての、まあ剣ですね。人間にはない剣にも注意しておいてください。これもダヴィンチなる画家がですね、まあ書き残したスケッチ画の中にその、まあ、剣がですね、表現されています。それについての説明も別のところでしました。ともかくもここで重要なことはですね、まあこの左の、まあ人物、これが、まあ 1500年後のイエス、今から500年前のルネッサンスの時代に現れたジーザス・クライストであるということですね。それをですね、操り人形芸術家であったレオナルド・ダヴィンチ。レオナルド・ダヴィンチは存在すらしていませんでした。という証明は、この後にその動画をつなげておきますからご覧になってください。ともかくも左が、これが2000年前のイエス・キリストと、私、林博士は判断しています。特徴が一致します。中央が今から500年前、ルネッサンスの時代に現れましたイエス・キリストということになります。 イ・ジ s u ス・ク h r i ということになります。そして、目の付け根の、まあ、イボまで一致しています。広い口、歯並びの悪い口、一致します。皆さん自身で確認してください。ここが重要です。繰り返しますが、こうした絵をね、皆さん自身にしっかりと見ていただいて、皆さん自身の目で判断していただきたいということです。出た頬骨ですよね。ということです。小さな小鼻、そして鋭い目、細い眉毛、耳の下のこぶ すべて一致するということです。まあ、一番右はですね、これは貝玉のイエス・キリストと私、林博氏は判断しました。ともかくも下の絵をもう一度見てください。一番下の段の左がですね、これがダヴィンチが書き残した、まあ、人物像ですね。中央がカシナの戦いの中に描かれている、まあ、イエス・キリストです。そして右がですね、えー、ペーター像の中に描かれているジーザス・クライストです。腕で一致します。 なあちくした三人はですね、皆一人の人物、すなわち、千五百年後のイエス自身の自画像ということになります。上と下、その左二つ上上下が、ね、一致しまして、それが中央のセントジェロームの顔と一致していきます。そしてこの人物をもう一人描いた人がいます。それがアンドレア・デル・デロッキオです。 えー、ダヴィンチの先生ですね。アンドレア・デル・ベロッキョも、いわゆる1500年後のイエスの、まあ、操り人形芸術家でした。これがアンドレア・デル・ベロッキョの書いたセント・ジェロームです。左も一応セント・ジェロームということになっています。この両者は比較するまでもなく、全く同じです。全く同じです。しかもですね、右のアンドレア・デル・ベロッキョの書いた、このセント・ジェロームは、写真のように聖地です、えー。ホープ・ホーのですね、感染。 汗の穴まで正確に表現されています。まあ、その証明も、まあ、この後にすると思います。そしてここに、まあ、ぶ、ブ、汗からくぼみがありますね。一致しています。皆さん自身の目で確認してください。なわち、これら両者は、1500年後のイエスということになります。え、17年後にねあ、えっと、ごめんなさい。あのー、アンドレア・デルベックがですね、17年後ですね、に、ね、あのー、 生まれてから17年後にダヴィンチが生まれたということになりますね。えー、年代を調べてください。そして、えー、ダヴィンチはベロッキオの、まあ、美術学校に通ったということになっています。つまり、アンドレア・デル・ベロッキオはレオナルド・ダヴィンチの先生だったということになっています。それもそのはず、これはアンドレア・デル・ベロッキオも、それからレオナルド・ダヴィンチも、 まあ、もともとは、1500年後のイエスの操り人形芸術家であったということになります。すなわち、右のこの人物、この明確な写真こそがですね、1500年後のイエス、私たちがジーザス・クライストと呼ぶ方の、その実像ということになります。バイ・ハヤシ・ヒロシ説です。これが皆さん、1500年後のジーザス・クライストです。 ここに紹介するスケッチ画はすべてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるものです。これが元の原画、つまりデータベースです。それに手を加えてできたのがその下。さらに変形させたのがその左。この左の絵を元に私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画が 熱造されました。右が皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチです。反転させてできたのがこの自画像ということになります。が、もう一枚自画像が残っています。左がルカ・シノ・レイディです。当時7歳年上でした。このルカ・シノ・レディとこのレオナルド・ ダヴィンチは一人二役の芸術家でした。鼻と髭だけを除いて、あとは全く同じです。つまり、ルカ・シノレティの顔に髭と鼻をくっつけたのがレオナルド・ダヴィンチということになります。つまり、向かって右側の私たちが知っているもう一枚のレオナルド・ダヴィンチの自画像も、これまた捏造されたものでした。 詳しくは続く動画の中で紹介します。さらに、ダヴィンチなる画家の死亡日も捏造されています。これは、ミケランジュロが書いたとされるカッシュナの戦いの絵です。この中には、7502という数字が隠し込まれていました。77キリスト、号令聖書の 27は、えー、カインという意味ですけども、その7号令に劣ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日としました。ダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことになっています。さらに、レオナルド・ダヴィンチという名前も、アナグラムによって 作られているということが分かりました。えー、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの先生にあたるアンドレア・デル・ベロッキオです。アンドレア・デル・ベロッキオです。その文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。えー、つまり名前すらも架空の、つまり捏造された名前ということになります。えー アンドレア・ベロッキオの上の右から3文字目の H だけを除いて、あとは全て一致します。つまり、アナグラム、文字の並び替えということになります。こうして、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの名前が生まれました。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという証拠は、どこにもないのです。 存在したという証拠がどこにもないのです。それがレオナルド・ダ・ヴィンチの実像ということになります。言い換えると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在しなかった。言い換えると、1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家、架空の芸術家であったということになります。順にその事実を皆さんに紹介します。 最初に皆さんに 3D モデリング技術を紹介します。これが元のデータベース、つまり原画です。この元のデータベースをコンピュータ技術を使って変形させ、このように絵、像を作り上げていきます。これが 3D モデリング技術です。テクノロジーです。同じ方法が ダ・ビンチチのスケッチ画に使われています。このデータベースを変形させて右の絵ができます。全く同じです。そしてそれを傾きを変えてこのような絵ができます。それにひげを描き加えてできたのが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像です。このような場合には細かいところを精査します。 唇の周りのイボまで同じです。そして大変奇妙なことに、髭、髪の毛の下にあるはずもない輪郭が薄く見えています。つまり、髪の毛、髭は後で付け足したということになります。普通はこういう絵は描きませんね、まあ。ともかくも、こうして比較してみますと、全く同じであることに気がつきます。つまり、 左上の元のデータベースを変形させてできたのが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。つまり、このことからもですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が年老いてこのような顔で亡くなったということはありえないということになります。もう一度比べてください。ここが今日の最初のポイントということになります。こうして比較してみるとですね、 違いが全くありません。先ほども言いましたように、細かいところを精査します。この小鼻に注意してください。まあ皆さん自身の目で見て判断してください。全く同じです。全く同じです。しかも大変奇妙なことに、この2枚の絵はほぼ同時期にできています。そしてこうして1つずつをですね、まあ比較していくとですね、 違いがない、イコール同じということになります。皆さん自身の目で確認して、こうした事実を、まあ、受け入れるということですね。まあ、そういうことです。この目の付け根の、え、いにも注意してください。同じです。同じです。そして口の周りの傷まで同じだということですね。ここですね。この唇の やや腫れている点も同じです。つまり、このこれら2枚の絵は 3D モデリングテクノロジーを使って描かれているということです。髭の下の細い輪郭にも注意してください。向かって左側の方ですね。このあたりですね。このあたりに、この輪郭らしくものが、まあ、残像として残っています。つまり、 右の自画像はですね、先に輪郭を描いておいて、あるいは作っておいて、その上に髭を付け足したということになります。皆さんが絵を描くときには、このような方法を使うでしょうか普通はすぐに、待てますか、直に髭や髪の毛を描くものと思われます。ともかくも、これが私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。さらに、 もう一度念のために検証しておきます。つまり私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のあの自画像はこうして作られたということですね。えつまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のあの年老いた姿とそのものが捏造されているということです。もちろん元のデータベースがあります。それは最後の最後に皆さんにお見せします。 つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像になるものはですね、1500年後のイエスの、まあ、自画像をです、ね、元にして作られたデータベースだということです。それを変形させて、今ご覧いただいていますように、向かって右側の自画像ができました。先ほど言いましたように、左3枚の方がですね、えー、あ古い、古いと言いますか、新しいんですよね。64歳の時に書かれている。 そして右のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像は63歳の時に描かれている。いわゆる、この、これらの絵がですね、できた時期がアベコベだということです。つまり、年老いたレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の方が先にできて、そして下、左の3枚の方が後にできたということです。わかりますか時系列気に考えてアベコベだということです。 下の左3枚が若い時の絵なら話はわかりますが、そうではなくて、逆に、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができた後に、下のこの,この絵が描かれたということです。繰り返します。絵の描かれた時期がアベコベだということです。そしてこれらの絵は、ただ、メ男として紹介されています。が、これらの絵は、皆同じです。細かいところを称号するまでもなく、 同じです。皆さん自身の目で比較してください。上がやや傾いている絵ですね。下が正面図ということになります。皆さん自身の目で確認してください。同じです。同じです。左が傾いている絵ですね。右が正面図です。同じです。同じです。ここまで同じにできる、あるいは描けるということはですね、人間技ではありませんね。 コンピュータ技術を使っているということです。皆さん自身の目で確認してください。レオナルド・ダヴィンチは天才だからできたというわけのわからない理由だけで、こうした一致を説明することはできません。皆さん自身の目で比較してください。つまり、元のデータベースを元に、これら2枚の絵がコンピュータ、 によるですね、3D モデリング技術によって書かれて、書かれたというよりも作られてプリントアウトされたということです。注意深くご覧ください。この傷ですね。この丸いところにも注意してください。そして耳にも注意してください。全く同じだということですね。これらの絵は先のレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いたあの自画像ができる1年前 一年後ですね。ごめんなさい。に、もうすでに書かれて、書かれた、すでになくて書かれたということですね。頭の中が混乱しました。つまり、右の方が先にできて、左の方が後に書かれている、作られたということです。そして、こうして特徴を合わせてみますと、全く同じということなんですね。しかし、左の絵がですね、ダヴィンチの元の絵であるということを、この500年間、誰も見抜けませんでした。 私、林博士が見抜くまで、誰も見抜けませんでした。ここが重要です。つまり、私たちが知っている歴史というのは、歴史家、美術評論家たちによって、捏造されているということですね。それを知らないまま、私たちは鵜呑みにして、左はメン、右はレオナルド・ダヴィンチの自画像と、まあ、考えてきたわけです。さらに繰り返します。これが、 レオナード・ダヴィンチの自画像の原型、いわゆるデータベースということになります。まずこういう顔をですね、えー、1500年後のイエスの顔を元にして作られ、そしてそれをですね、このように変形させて、まあ、髪の毛をつけたりしましてですね、あれを動かしたりして、右のダヴィンチの自画像ができました。私たちが知っているレオナード・ダヴィンチの自画像は、つまり、 コンピューター技術を使って捏造された自画像ということになります。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチは生涯において数枚の自画像しか残さなかったというのは嘘で、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品の中に描かれているこうした男性、人物はすべて、すべてレオナルド・ダ・ヴィンチでした。顔の特徴が細かい部分で一致します。繰り返しますが、顔というのは 細かいところを精査して検証します。そして違いがないという点で同一人物と判断します。これらは全て一人の人物、なわちレオナルド・ダヴィンチなる画家ということになります。さらにもう一枚の自画像についても検証しておきます。これはルカ・シュノ・レイディです。当時7歳。 年上だったと言われています,ルカ,シノレリですルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは同じコンセプトの絵を描き残しています。右が若い時のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われています。これら二人は鼻とひげを除いて全く同じです。 ただ、ルカシニョレリの方が7歳年上だったこともあるのでしょうか。その7歳年上だったという部分が左の絵には表現されています。目尻のシワ、上まぶたのたるみなどにそれが表現されていますが、全く同じです。つまり、ルカシニョレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役の芸術家だったということになります。張り合わせても全く同じになります。つまり、私たちが知っている あの、レオナルド・ダ・ヴィンチの若い時の自画像も、こうして捏造されたものだということになります。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという証拠が、こうしてまた一つ消えたということになります。さらに、名前も捏造された可能性が極めて高いということになります。これが、アンドレア・デル・ベロッキオです。ダ・ヴィンチは、 アンドレア・デル・ベロッキオのピューピュル、生徒になったと言われています。つまり、アンドレア・デル・ベロッキオはダ・ヴィンチの先生ということになります。これがアンドレア・デル・ベロッキオです。中央がルカシノニョ・レディです。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。まあ、これらは皆、1500年後のイエスの、まあ、いわゆる操り人形芸術家ということになります。これがアンドレア・デル・ベロッキオの書いたセント・ジェロームです。 これは絵というよりも写真です。それはともかくもアンドレア・デル・ベロッキョについて今一度注意してください。これがアンドレア・デル・ベロッキョです。そしてセント・ジェロームです。これは何度も検証しましたが、絵ではなくて写真です。しかもこの絵に描かれているセント・ジェロームは人間ではありません。つまり、 これこそがまさに1500年後のイエスの実像イコール写真ということになります。その証明は別のところでしましたので、ここでは割愛させていただきますが、左がアンドレア・デルベル・ベロッキオの書いたセント・ジェローム、右がレオナルド・ダ・ヴィンチの書いたセント・ジェロームです。比較してみてください。まあ、やや左の方が若いということですね。 右の方がやや年老いているということです。しかし、細かいところに、細かい細部に至るまで、全く同じです。別々の画家の絵であるにもかかわらず、絵ではないんですけどもね、両方とも写真技術を使って、その写真から起こした絵ということになります。全く同じです。えつまり、これこそが、1500年後のイエスの実像ということになります。 写真そのものだということになります。そしてこの絵をもとに、この写真をもとに、先ほど冒頭にお見せしました 3D モデリングテクノロジーを使って、まあ、ダヴィンチの自画像ができましたね。その自画像の原型ができたというわけです。それをもとに、レオナルド・ダヴィンチの年を生いた時のあの自画像ができたということになります。耳というのは個人差が大変大きいものです。その耳も パーフェクトに一致します。えつまり、これら両者は同じ。イコール、まあ、いわゆる、まあ、1500年後のイエスの、えー、操り人形芸術家であった、まあ、画家たちによって描かれたということになっているわけです。でこれが、まあ、ペータ像ですね。ミケランジェロのペータ像です。この腕に注意してください。この腕にはボコボコと奇妙なコブが描かれています。このコブが決め手になりました。 このコブに注意してください。このコブがですね、まあこのコブですね、人間にはないコブと思われます。ベータ像のイエスの向かって左側、右腕にはですね、このようなコブが表現されています。このコブは何かということですね。で、このコブがですね、 同じコブを持った人物がカシナの戦いの右下に描かれています。この人物に注意してください。頭には花冠りをつけています。王であることを示しています。そしてこの腕を反転し大きくしますと、この両者は一致します。このコブに注意してください。ヒレに注意してください。そして肩のコブにも注意してください。全く同じです。つまり、左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。 そして、その腕がですね、レオナルド・ダヴィンチなる画家が描いたと言われているこのスケッチ画の人物にも表現されています。注意してみてください。上腕にはこのようなコブが表現されています。ヒレも表現されています。つまり、このような形で、これら三者がですね、実は1500年後のイエスであることを、まあ、1500年後のイエス・キリストが、ミケランジェロという操り芸術家を通して、そしてダヴィンチという 操り芸術家を通して私たち人間に教えたということになります。そこでこの人物に注意してください。この人物と同じ人物がですね、先ほどのカッシノの戦いの右下に描かれています。左がカッシノの戦いです。ミケランジェロが描いたと言われています。右はレオナルド・ダヴィンチが残したスケッチ画と言われています。この両者もこれまた一致します。ナーチ 左がイエス・キリストですから、右がイエス・キリストということになります。そして、右のイエス・キリストと、先ほどの、いわゆる、ベロッキオの書いた、セント・ジェロームの顔と、細かい部分がすべてパーフェクトに一致します。このような形で、セント・ジェローム、すなわち、ベロッキオの書いたセント・ジェローム、そして、レオナルド・ダ・ヴィンチが書き残したセント・ジェロームイコール、1500年後のイエスという風うにつながっていきます。もう一度、皆さん確認してください。 この人物イコールこの人物ですね。なあち、この中央の人物は腕で、そして右のペータ像のイエス・キリストと繋がります。こうして1500年後のイエスは私たち人間にメッセージを残したということになります。これら三者はイエス・キリストということになります。左は2000年前のイエス・キリストということになります。そして、レオナード・ダヴィンチの 死亡日まで熱造されている可能性が極めて高くなりました。これはミケランジェロが書き残したカッシナの戦いですけども、この中には左から775027という数字が一文字の形で隠されていました。バイ・ハヤシ・ヒロシです。その中の752をとって、レオナルド・ダ・ヴィンチは死亡、自分の死亡日としました。67歳の5月、 二日に死んだことになっています。七七はキリストという意味です。五零は寄生のという意味です。二七は寄生のカインですね。アベルとカインのカインという意味です。ここにイエス復活寄生と書いてあるのは間違いです。ある方が最初そのように教えてくださいました。ともかくも、この中の七七五零二七の七五二をとってダヴィンチは自分の死亡日としました。 ミケランジロがこのカッシュナの戦いの絵を描いた時には、ダヴィンチはまだ生きていました。一応ダヴィンチが同時にアンギャリの戦いの絵を描いたと言われています。ともかくも、まだダヴィンチの生きている間に、この絵をミケランジロが描いた、その絵の中から752を通ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日としたということです。レオナルド・ダヴィンチは、 たびたび私が証明してきましたように、人間には描けるはずもない絵を描き残しています。これはイモラの地図ですけども、この地図も正確に現在のイモラの街の地図と一致します。さ,さらにこれはフロレンス上空の、まあ、宇宙から見た地図ですけども、川の位置。 分かれている点も一致します。もちろん、モナリザも、これは人間が描いたものではありません。えー、0.4ミリ、1ミリの半分のラインで描かれています。そして、この自画像、といいますか、データベースも、やはり人間に描けるはずもないものです。そして、そのデータベースを使って、右下のレオナルド・ダヴィンチの自画像ができました。そして、これがルカシノ・レリですけども、ルカシノ・レリとダヴィンチは一人二役の 芸術家でしたつまりシノレリもいわゆるダヴィンチもいわゆるま存在しなかった芸術家と考えています。で、大きな花とシノレリの顔に大きな花とひげをつけたのが ルカシノリティということ、ダビンチということになります。これがアンドレアデル・ベロッキョですけれども、左がベロッキョの描いた絵とセント・ジェロムと言われています。これは絵ではありません。写真です。毛穴まで正確に表現されています。そして、ミケランジェロのペーター像です。このペーター像の向かって左側の腕はですね、先ほど歌詞の戦いの右下に描かれている人物と一致します。そして、左上の人物が 2000年前のイエス・キリストの自画像ということになります。もう一度この男性に注意してください。イエス・キリストです。カシノの戦いの中に描かれています。この中に繰り返しますが、7502という数字が書き、まあ、隠されていました。この絵をミケランジュロが描いた時には、まだレオナルド・ダヴィンチは生きていました。 まあこの数字をなぜ発見したかですけども、ここに棒を持っている人がいますよね。その棒を延長しましたら、数字らしきものが分かりましたので、私はそう判断しました。77、えー、キリストです。号令は聖書の27は、えー、カインという意味です。ヘブライ語のゲマトリアです、えー。つまり分かりやすく言えば暗号ということですね。そしてこの752を取ってダ、ダヴィンチは まだ生きている時に自分の死亡日を設定したということになります。つまり、彼のリオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日すらも、いわゆる、ま捏造された可能性がある。イコール、ダ・ヴィンチは67歳の5月2日には死んでいないということになります。つまり、まこうしたことがですね、すべてアレンジできたのは、ミケランジェロを使い、ダ・ヴィンチを使い、 あやり、人形として使うことができたのは、1500年後のジーザス・クライストということになります。まあ、このような形で、まあ、ダヴィンチはですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっています。今ここで説明しているのは間違いです。77はキリストです。5-0は聖書の、の、のという形容詞です。そして27はカインです。イエス・キリストの正体はカインでした。その証明も 別のところでしましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。もう一度、ここで繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日すらも捏造されていたということですね。レオナルド・ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっています。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、このミケランジェロの カッシュの戦いの中から数字を抜き出して、まあ自分の死亡日として死亡日としたということになります。繰り返します。またこの時、レオナルド・ダ・ヴィンチは生きていました。生きていました。まあ、こうして考えていきますと、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がですね、存在したという証拠がどこにもないということになります。そして、これら三者がですね、イエス・キリストであるということになりますと、 その顔と一致するセント・ジェロームの顔。まあ、セント・ジェロームがですね、1500年後のイエスとイエス・キリストと考えるのはごく自然なことではないでしょうか。特に左上のこの人物の顔と年の差はありますが、細かいところで同じです。そして、これら事実を積み重ねていきますと、右下のこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる自画像も捏造されたもの。若い時の えー、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像も捏造されたもの。名前も、えー、アンドレア・デル・ベロッキオの文字を並び替えてできたアナグラム。つまり、まあ、文字替えによってできた名前であること。などなど、まあ、積み重ねていきますと、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が存在したという証拠が、どこにもないということになります。これが2000年前のジーザス・クライストの自画像と私は考えています。 これも写真技術を使って作られています。首の下には、首にはですね、えー、いわゆる生命維持装置のようなものが描かれています。歯の数も普通の人間の数よりも多いと思われます。そして歯並びが悪く、そして大きなわし花ですね。そして小さな小花、などなど、いわゆるまあセント・ジェロームの顔とすべて一致します。その検証は別のところでしましたので、またそちらをご覧になってください。つまり、 これが2000年後のイエスで、そして今から500年前にイエスがもう一度現れて、そしてまあ人間の芸術,家たち芸術家たちを操って、私たち人間を握ですね、まあ、彼の姿勢を示したということになります。左のレオナルド・ダ・ヴィンチ、右のマキャランジ・ュ・ブラノティもすべて操り人形芸術家であったということになります。で、結論ということになります。 もう一度、この 3D モデリングの、いわゆるデータベースをご覧になってください。上の顔はですね、先ほどのセント・ジェロームを元にして作られたデータベースです。それを変形させて、まあ、変形させたということでですね、基本的な特徴は同じということですよ。そして、その下、左、そして右の自画像ができたということですね。なあち、この自画像は、まあ、自画像としては偽物だということです。えつまり、この、 この自画像からもですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在しなかったということになります。左の面の絵を改変して、この自画像ができたということです。こうして、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がですね、存在したという理由が一つ消えました。そして、ルカシノ・レリとレオナルド・ダ・ヴィンチの若い時の顔は一致します。 大きな花とひげだけを除くと、あとは全て同じです。なあち、ルカシレルリの顔に大きな花と髭をつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、この自画像も偽物だということになります。イコール、この時、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチも、は存在しなかったと。 ということになります。少なくとも存在したという理由がまたここで一つ消えることになります。貼れ合わせてみると両者はピタリと一致します。そして最後に死亡日もそうですね。最後じゃありませんけども、死亡日もこれまた熱造されたものであるということですね。会社の戦いの中に描かれている、え、キリスト、聖書のカインという、まあ、隠し文字。 ゲマトリア、ヘブライ語ですね。の,の中から、7、5、2を取って、レ、えー、オナルド・ダ・ヴィンチは、あらかじめ、あらかじめ、自分の死亡日としました。つまり死亡日すらも捏造されたということです。そして、えー、これがベロッキオですね。アンドレア・デル・ベロッキオです。このアナ,アナグラムを使って、アンドレア・デル・ベロッキオ、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、アンドレア・デル・ベロッキオの弟子、 ですということになるわけですけどもね、アンドレア・デル・ベロッキオの名前を並び替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。まあ、偶然の一致にしてはありえない確率ですね。えー、H だけを除いて、あとはパ,パーフェクトに一致します。このように、まあ、アンドレア・デル・ベロッキオの名前の文字を並び替えて、すなわちアナグラムによってできた名前が、レオナルド・ダヴィンチだということです。アンドレア・デル・ベロッキオの 名前、文字を並び替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということです。バイ・ハヤシ・ヒロシですよ。で、こういうことをつなぎ合わせてみますと、すなわち、レオナルド・ダヴィンチが存在したという理由、といわゆる根拠がどこにもないということです。繰り返します。レオナルド・ダヴィンチが存在したという根拠がどこにもないということです。イコール、レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在しなかったと、私、ハヤシ・ヒロシは考えています。 もし存在したのなら、このような矛盾は生じなかったものと考えています。すんなりと存在したということで、それで話が済んだということになります。そして最後に、これが1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。この人物の持っている特徴と、先ほどの私が紹介してきた2000年前のジーザスクライストとすべて特徴が一致します。これが皆さん、 1500年後の、つまり今から500年前のイエス・キリストの自画像ということになります。続く動画をどうかご覧ください。Bye for now! Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance by Hiroshiyashi Hamamaceri Japan Japanese edition 日本語版です。1500年後のイエス。そしてダヴィンチもミケランジェロも1500年後のイエスの操り人形だった。この絵がですね、 一応、ミケランジュロが描いたとされるスケッチ画の、そのコピーと言われています。このスケッチ画、つまり、カッシナの戦いの中に、まあ、一文字の形でですね、数字が隠し込まれていました。7、5、0、2ですね。そして、その両側に、さらに2個、7、7という数字が隠し込まれていました。 この数字が何を意味するか。アタゴさんって方がですね、77はイエス、号令は復活、そして27は聖書を意味すると教えてくださいました。隠語ですね。で、この77、合霊、27、イエスは復活する聖書によりとも解釈できるわけです。 そしてこの数字をとって私たちが知っているダヴィンチがですね、67歳の5月2日に亡くなったということになっています。で、このスケッチ画をミケランジュラが描いた時にはまだダヴィンチは生きていましたから、ダヴィンチはそうした数字に合わせて自分の死亡日を決めたとも言えます。しかし私たちが知っているダヴィンチは あくまでも操り人形でした。その上に1500年後のイエスがいたのです。これがペーター像です。このペーター像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、なあち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。 コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前にここでコブをしっかりと確認しておいてください。特に上腕の向かって左側にはヒレのようなコブができているのがわかります。中央でそれを今皆さんに ご覧いただいています。汁深くご覧ください。古文がありますね。ではなぜミケランジョロがこのような古文を表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジョロが彫ったものではありません。で、もう一度先ほどのカシナの戦いと言われている絵に戻っていただきたいんですけども、その右端で 右足の下にですね、下でですね、足の皮をベロッっと履いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を履いています。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。 称号しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者は、ミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。 その証拠が実はダヴィンチの、ダヴィンチと言われている、言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。注意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブがダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、まあ、どちらが後先かわかりませんけれども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが書き残したと言われているスケッチ画です。中央が ビケランジョロが書いたと言われているカシナの戦,戦いの中の人物の腕です。そして一番左がピエター像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって書かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって書かれたということになります。これだけではまた証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。 で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は、1500年後のイエスと林博士は判断しました。先ほどのカシノの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。 まあちょうど角度と言いますかね、顔の傾きも、傾きと言いますか、あも同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように、個人差が極めて大きい部位です。ですから耳を称号することによって、その人物を特定することができます。で、左は、一応、ミケランジョロが描いたと言われているスケッチ画です。右は、一応、 ダヴィンチが書いたと言われているスケッチ画です。しかしこれらは、ミケランジョロ、あるいはダヴィンチによって書かれたものではありません。もし書かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは、茶化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして、先ほどのカッシ衆の戦いの 絵の右端に、右下にいたこの人物は頭に花冠を被っています。なおじ、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠を被った人物と先ほどのダヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダヴィンチが描いたと言われているこの人物と、 花冠を被った人物が同じ。そして、この花冠を被った人物の腕と、そして、ミケランジェラを掘ったとされるペータ像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなあち、まあ、一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうして繋がりました。すなあち、これら三者は、 1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。で、ダヴィンチの捏造された肖像画について結論を下しておきます。これが皆さんご存知のダヴィンチの肖像画です。他にもダヴィンチの周辺からはこのようなスケッチ画が出ています。これらは皆一人の人物から作り上げられた、あるいは一人の人物ということになります。 そして、その特徴がですね、それぞれの顔の持っている特徴が、他の顔の持っている特徴と一致していきます。小さな耳、耳たぶ、そして耳の下のこ部、そしてから突き出た顎、二つに割れた顎、わしわらですね、そしてから広い口、歯並びの悪い歯、それから頬骨、大きな頬骨、それから、鋭い目ですね、それから細い眉毛、そういった特徴を皆兼ね備えています。中深くご覧ください。 違いがないという点で、これらは皆同じ人物の絵ということになります。そして、中央下が、これが1500年後の、マ、まあ、ルネンサンス期においてはですね、1500年後のイエスということになります。こうして特徴を 上げていきますと、例えば、上と右の人物はですね、鼻のところにイボのようなものがあります。そしてこれが一応ダービンチが書いたとされるセントジェロームです。同じような耳ですね。耳は先ほど言いましたように、手の指紋と同じように個人差が大きく、またその耳によってその個人を特定することができます。こうして比較しますと同じであることに皆さんもお気づきになると思います。なわち、このセントジェローム。 まあ、4世紀後半から5世紀にかけてですね、カトリックを盛り上げた中高の祖と言われています。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。なあち、これらは皆一人の人物なあち、まあ、イエスということになるわけですね。後で称号しますけども、セントジェロームの目の中には、トカゲ特有の瞬膜といってですね、目を保護する膜が描かれています。ダヴィンチの 中央上のですね、ダヴィンチの目の中にもその瞬幕を林博氏は発見しました。まあ、こうして、えー、特徴が皆一致しているということに注意してください。なあち、これらは皆一人の人物、すなわち、1500年後のイエスということになります。まあ、一応、ここではダヴィンチということにしておきます。しかし、ダヴィンチ自身は絵を描いていません。えーまあ 手先であったわけですね。1500年後のイエスの手先として動いた、まあ、一応芸術家ということになります。そのことも今までに証明していきました。これら一人の人物、すなわち1500年後のイエスということになるんですけども、中央上の人物は、じゃあこれは誰かということですけども、これは、捏造された、いわゆるまあ、偽のダヴィンチということになります。それを順に説明します。 これは、えー、1500年後のイエスです。そして上も1500年後のイエスです。そして下も1500年後のイエスです。上と下はですね、他の人物と一緒に写っている、書かれているという点で 3D プリンティングではできないんですね。それらの特徴、その左の3人の特徴を唱えて右の原型ができました。これが原型です。 現在でいう 3D モデリングの原型です。この原型に髪の毛をつけたりして変化を持たせてバリエーションを加えて右のマンと呼ばれている、えー、この絵ができました。そしてそれを傾けてややバリエーションを変え髪の毛を変えてこの顔ができてそして左右を反転してそしてこの絵を元に私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの 自画像なるものが捏造されたわけであります。なあち、ちと知っている、レオナルド・ダヴィンチのこの像は、自画像は捏造された偽物ということになります。まあ、こういう老人になって、まあダ、ダヴィンチなる、まあ、芸術が死んだということにしたわけです。なあち、そういう形で、1500年後のイエスは、フェレンツェを去ったということになります。 その証拠にこうして比べていただきますと分かりますように、皆特徴が同じなんですね。さらに奇妙なことに、右の老人の、まあ、ダヴィンチと言われている自画像の方がですね、中央二つの像よりも前にできているんですよ。描かれているんですよ。日付を見ると。まあ、このようにして、まあ、ダヴィンチの像が捏造されたということになります。なおち、まあ、そういう、まあ、体裁を作ったということになります。 これで、右下のですね、えー、ダビンチトゥルの自画像と言われている自画像が捏造された偽物であるということを皆さんにも分かっていただけたと思います。そして右の二つが、これは1500年後のイエスですよね。それから上は今証明してきましたに、ね、イエス、イエスと並んでくるわけです。で、流れをもう一度見てみますと、えー、まず左の方からこれが まあ、偽も、偽ですね、偽造されたダビンチ像。そして、えー、右上からグリーンなのが、これが、えー、今説明してきました、えー、1500年後のイエスとして、下がですね、ミ、えー、ケランジェロとの、まあ、ピエーター像とのつながりです。で、もう一度、この、えー、1500年後のイエスを見ていただきたいと思います。そして、これが、右側ですね、一応、セントジェローム。 でまあ、一応ダ、ダヴィンチという名前の芸術家の作品ということになってますけども、これらは皆、1500年後のイエスが作ったり書いたりしたものなんですね。まあ、私たちが今持っている技術よりもはるかに高度なテクノロジーを使って書かれたものと、林許は判断しています。そしてこうして特徴をですね、もう一度確認していただきたいんですけども、まあ、違いがないという点で同じである。 顔というのはそういうもんなんですね。まあ、撮った時の様子、その人の、まあ、心の状態とかね、でいろいろ変化しますけども、しかし特徴というのは残るわけです。その特徴を捉えて違いがないということで判断していくわけですね。皆さんの写真の顔と比べてみてください。例えば1年前の写真と今日撮った写真とではですね、しかしあの、間違って見える。 違って見えてもですね、しかし、それぞれの特徴は同じだということです。その特徴を捉えて、違いがないということを判断して、同じ人物と判断していきます。こうして比べてみてください。全く同じなんですね。となりますと、このセント・ジェロームという、まあ、聖人はですね、まあ、あの、3、紀元前、4世、まあ、紀元後ですね、ごめんなさい、4世紀の終わり頃から活躍した聖人ですけども、まあ、いわゆるまあ、 このセントジェロームも、えー、まあ言うなればよ、400年後のイエスということになります。して左がですね、ひょっとしたらこれは1500年後のイエスと言ってもいいですし、また、今から2000年前のイエス、自身であったという可能性もあります。まあ、こういう形で、まあ1500年後のイエスはですね、ルネサンス期に現れて、何らかの、まあ、目的を持って、まあ、人間と接していたと林博氏は判断しています。 で、耳を比べていただくとわかりますように、まあ、ちょっと得意な耳をしていることに皆さんもお気づきになると思いますね。つまり、こういう形でこの両者は同じであると判断できるわけです。チューブからご覧ください。両者は同じですね。そして、まあ、ついでですけども、まあ,あの、耳の写真をって言いますか、絵をこう載せましたけども、まぁ、あ、全然、まぁ、あ、 違うという、まあ、先ほど言いましたよに、ね、指紋と同じように、個人差が大きい部位だということです。で、これら両者は同じだということになりますと、右のこの人物は、まあ、いわゆるまあ、400年後のイエスということになりますし、左は1500年後のイエス、もしくは、今から2000年前のイエス自身ということになります。こういう形で、まあ、点と点がつながっていきます。 ま、鋭い目。そして、瞬膜がありますね。え、これも、あの、以前証明しましたけども、目の中には、レプタリアン特有の右の目の中に目があることに注意してください。その膜があることに注意してください。で、まあ、こうして見ていきますと同じなんですね。そして、細い眉毛。それから、この目の付け根に小布の,のようなものがある点も、一致しています。で、左の上の、この、絵にも瞬膜。 があるんですね。まあ、少し見えにくいですけども、目の眼球、瞳の横に、えー、一本奇妙な線があります。まあ、こうして比較していくわけです。この向かって右側の目は、まあ、見にくいんですけどもね。しかしまあ、あの、春幕らしきものがあるということです。この証拠は別のところで、丁寧にしましたので、どうか興味のある方はそちらを見ていただきたいと思います。そして顎も,顎もですね、突き出ていて、そして二つに割れているということですね。 これは、1500年後のイエスってことになります。で、このイエスは、1500年後に、まあ、その時々においてね、イエスは復活していますけども、まあ、復活、はっき,はっきりとわかる形で現れたのが、あのルネッサンスという時代であったというふうに、白シ石シは考えています。昭和は続きますけども、まあ、 中部画をご覧ください。そして、セントジェロームと言われている、まあ、この人ですけども、この人も人間ではありませんね。奇妙な広角をしています。それから、あの、向かって左側に肩の時にポコンとコブが出てますね。先ほどの、あの、ミケランジョロが作ったとされるペーター像のイエスにもこのコブがありますし、それから、あの、まあ、ダヴィンチが書いたとされる、まあ、あの、回坊図のね、あの、人物の方にもこの丸いコブがポコンと出ています。まあ、 この、ここでまあ注意していただきたいのは、この目の中に、奇妙な、まあ、もう一、もう一枚ここに膜があるということです。そして膜の境には、点々点々と粒のよ粒々ができているところ、ある、あることに注意してください。まあ、これを私は、瞬膜と判断しました。いわゆるまあ、目尻のところにその膜が来ていないということですね。ですから、これは下、まぶたではないということです。そこを間違えないでくださいね。 でしたが、トカゲの目です。トカゲの目の、ね、今、あの、春幕が向かって左の方に、まあ、下の白い枠で囲ったところに見えているのがわかりますね。そして、境目がつぶつぶになっている点に注意してください。このところですね。すなあち、まあ、上は絵ではなくて、まあ、写真によってそれをく、写真を加工して作られた絵ということになります。この春幕は動きが速いですから、このように特徴を捉えることは不可能です。 ですから、これは写真と林博史は判断しました。そして、この左の、まあ、人物の目の中にも瞬幕らしきものが描かれています。もちろんダ、ダヴィンチングというふうに言われている、あの、老人の顔ですね。あの、目の中にも、やはり瞬幕が描かれています。その証明も、いたしました。なじ、この、セントジョローマはですね。少なくとも、400年後のイエスということになるわけですね。 これも一応芸術家ダーヴィンチが書いたということになっています。で、これがセント・ジェロームです。そしてこれはベロッキオとダーヴィンチが書いたと言われているイエスの洗礼の絵ですけども、まあおそらくこの絵はですね、まあ今から2000年前のイエス自身をそのまま書き表し、ものとは、ではないかとハイシールシは考えています。確証はありませんが、今のところその絵に書いというのはですね、特徴がみんな一致しているわけです。 右はもちろん若い時のイエスということになります。左の方は、年を取ったイエスということになるわけです。まあ、1500年後、もしくは400年後のイエスということになるわけですね。まあ、違いがないという点で、同じ人物だというふうに判断していくわけです。そして、その、えー、1500年後のイエスがですね、まあ、 このような形でスケッチ画となっているということです。で、耳などが一致しているということですね。違いがないという点で、同一人物と私、林博士は判断しました。まあ、このような形でですね、まあ、写真技術を使って描かれて、描かれた絵であるがゆえに、こうして証拠が残ってしまったというふうに考えられるわけです。 海外の場合はね、当然自由度が高いわけですから、こうした特徴を、まあ、表現するってこともないだろうし、またその特徴をですね、見て、えー、同一人物かどうかということは判断できないわけですね。言い換えますと、写真技術を使って書かれたゆえに現在、今私たちはこうして、まあ、互いに、えー、比較、検証しながら、えー、まあ、つながりを求めることができるということですね。そして、右下のペーター像の、まあ、イエス。 である、ありますから、当然中央もイエスということになるわけですね。腕で繋がりました。そして、えー、顔で繋がって、えー、いわゆる、まあ、ジーザス、一番、下の一番左の、えー、人物も、これもイエスというふうに繋がっていきます。これは三人は、下は三人はイエス。ならち上もイエスですからね。今度は、えー、左上へ行って、それでイエス、イエス、イエスと繋がっていきます。こうして繋がっていくわけです。で、もう一度、えー、1500年後のイエスの メッセージを皆さんにご覧いただきたいと思います。これは一応、ミケランジョロが書いたカシナの戦いの絵と言われています。が、しかし、林博士はここの中に、この中に数字を発見しました。7502という数字を見ました。きっかけは棒を持っている人がいますからね。その棒を伸ばしてみたら、数字らしくものがあった。一番最初に見つけたのは、左から二つ目の7です。 で、あとはこのように解けます。そして、上にはボスニア語で、イボット、すなわち生きているという言葉、文字も書されています。その説明は別のところでしました。で、要するに、77イエス50復活27聖書となります。 で、この77から7を取り、50から5を取り、そして27から2を取って、ダヴィンチは1519年の年にですね、67歳で5月2日に亡くなったというふうに、自分の死亡日を設定して、それに合わせて死んだことにしたわけです。そういう形で、1500年後にエスは一度はルネサンス期にフィレンツェフィレンツェに現れましたけども、まあ、一応、まあ、フィレンツを去ったということになるわけです。 まあイエスですから死ぬわけがないんですよね。神ですからね。なあち、まあこういう形で総合して考えますと、ダヴィンチもあミケランジェロも1500年後のイエスのあ手下であったということになります。言い換えますと、ミケランジェロもダヴィンチも自分では作品を作っていなかったということになります。ですから、そういうふうに考えますと、今までの謎が評価します。ありえない。 彫刻。ありえない絵ということになります。それもそのはずですよね。はるかに高度なテクノロジーを持った、1500年後のイエス、もっと言えばエイリアンがそうした作品を作っていたからです。で、ここではそれらの数字をとって、67歳の5月2日に亡くなったということにしたというふうに、まあ、林博士は判断しました。 5月というのはまあ5番目の月ですからね、メイというのはね。まあそういうふうに、まあ、取ったということですね。これはカッシュナの戦いの中に隠し込まれていた数字ということになります。その後ね、他のこうしたスケッチ画の中からまあ数字をまあ発見しています。で、結論ということになります。 今まで皆さんに話してきたことをまとめて話しますと、一番右が一応ダーィンチの書いたという、それから真ん中も一応ミケランジェロの書いた絵、そして左も一応ミケランジェロの書いた彫刻、これが繋がっています。そして、前。 一応みんなですね、まあこういう形で、つ、え、な、ー、がっていくということです。なあち一番みんなイエスですから、これら三人はみんな同じイエスということになります。そして私たちが知っているダベンチの、まあ像のあるものは、まあもともと左の原型からですね、作られた、捏造された偽物の像である。なあちダベンチは、 この、こうした老人になっては死んでいないということになります。そしてここに描かれているのは皆、一人の人物のあち、1500年後のイエスであるということですね。まあ、真ん中中央はですね、これはあの、その特徴を備えた老人ということになりますけども、しかし、春幕があるというところから全く繋がれないわけではありません。そしてこれらは、 皆イエスであり、そしてその1500年後のイエスの目の中には、えー、トカゲ特有の瞬幕、えー、がある。すなわち、えー、イエスは人間、少なくとも人間ではなかったということになります。そしてイエスは、1500年後のイエスは、 775027という数字を残してこの世を去ったわけですね。67歳の5月2日に。なあち、イエスは聖書に基づき復活したというふうに解釈できるわけです。皆さん、これが1500年後のイエス、もしくは今から2016年前のイエスということになります。しかし、処刑されたイエスは残念ながら別人です。ですから、セントジェローム、 ある、あるいは、あの、あの老人の手、足には成功が残っていません。成功が残っているイエスは別に描かれています。林博氏のイエス、替え玉説はそこから生まれました。同じこの1500年後にイエスがモナリザーを描き、ペーター像を作ったということになります。そしてその手先のレオナルド・ダヴィンチなるという名前の まあ一応芸術家。そしてか、メキャランジュ・パラノティという名前の一応芸術家が、1500年後のイエスの手先となって、その絵を発表していたということになります。あるいはそれを売って、お金に書いていたのかもしれません。いわゆる、まあ工作資金って言いますかね、えー。ということになるわけですね。これが、林博氏の結論です。1500年後のイエス。皆さんに、その事実をお伝えできれば幸いです。それでは皆さん、b y フ for now. Which way are they walking to, from the left to the right or from the right to the left? andy san one of my YouTube subscribers, claims that they are walking from the left to the right with a head on the top, which is more natural to think. Therefore, the head belong to the body of the man on the left side. アンディさんという方から2017年2月1日こんなメールが届いています。林先生、私も絵の首は左側の人物のものだと思います。一つは進行方向に誰か いるかもしれないと用心するので、それを隠すように布を持った女性が様子を見ながら歩いている。突然、後ろから人は来ません。また、普通は後ろを気にしません。二つ目は、重いもの、つまり首を持った人が、わざわざ進行方向に向かって、後ろ向きで歩かない。三つ目は、足の角度、二人とも左方向に向かっているとしたら、 足の重心がおかしい。右に向かって歩いていると見るのが自然。ですから、この二人は左から歩いてきたイコール左側の人物の首ということになると思います。アンリーさん、まさにビンゴーです。ありがとうございました。ここが今日の 重要なポイントですからもう一度説明します。右のシスティーナ礼拝堂のこの絵に注意してください。二人の人物が生首を運んでいます。が実際運んでいるのは向かって左側の黄色い衣服を着た人物です。頭の上に生首を乗せています。で、この黄色い衣服を着た人物はですね、左から右に歩いているのがわかります。 右から左ではありません。右から左だと、後ろ向きに歩いていることになります。重い頭を頭の上に乗せてですね、生首を頭の上に乗せて、いわゆる後ろ向きに歩く人はいません。つまり、この人はですね、左から右に向かって歩いている。イコール上の生首は、この生首は向かって左側の人物の生首ということがわかります。ビンゴです。つまり、この生首は、 一般に言われているように、向かって右側にいる人物の生首ではありません。つまり、1500年後のイエス・キリストは、このような形で、いわゆるまあ処刑されたヨハネはですね、替え玉であったということを示しているということになります。どうも、アンリーさん、ありがとうございました。続いて、この生首の謎についての動画をもう一度皆さんにご覧いただきたく、つなげておきますので、よろしくご覧ください。 Devastation. Bye. Sean spoke with Harold on several occasions and condemned his marriage to his half. Brother's wife. This condemnation will be his downfall as King Herod promised to grant a wish to his daughter. In revenge for John's Baptist's condemnation of her mother's scandalous marriage to Herod, she asked for John's head. King Herod reluctantly obliged. John the Baptist died sometime between 33 and 36 A.D. John the Baptist who was executed was a proxy. Here is its evidence and proof. ヨハネは、替え玉でした。その、証拠と、証明。広し早市、ハマジャパン。繰り返します。処刑されたヨハネは、替え玉でした。その証拠が、バチカンのカペラシスティーナに、残っていました。 これがミケランジェロが描いたとされるカペラシスティーナの天井画です。その一角にこのような絵があります。バプティスト・ヨハネについて簡単に説明しておきます。ヨハネは当時の領主ヘロディ・アンティパスの結婚を非難したため捕らえられ首をはねられ処刑された。 ヘロデ・アンティパスのカレーの妻が首を埋葬した。キリスト教伝承では首は後に再び発見され、コンスタンチノポリスにもたらされたとされる。その時の様子を表現したのがこの天井画と言われています。向かって右側、ベッドの上に横たわっているのが ヨハネの死体と言われています。そして二人の人物が中央で運んでいるのがヨハネの首と一般には説明されています。が、この首は向かって右側の人物の首ではありません。向かって左側の人物の首、つまり替え玉の首ということになります。その事実をこの動画の中で説明します。 まず、この絵に注目してください。この首に注目してください。が、この首は向かって左側の人物の首です。というと、皆さんは向かって左側の人物には首があるではないかと思われるかもしれません。しかし、これは首ではありません。注意深くご覧ください。この 上の人物の生首は向かって右側の人物の首なのでしょうかそれとも向かって左側の人物の首なのでしょうか向かって左側の人物のこの頭と思われる部分に注意してください。注意深くご覧ください。耳のようなものが表現されています。ですから、一見するとこの人物には 頭があるように見えますが、これは耳ではありません。もう一度、この生首を見てください。そして右下の人物の体を見てください。そして向かって左側の人物です。首のところに注意してください。首が異様に細いのがわかります。これは穴です。穴あきドルメンを中から 内側から見た時の様子を表したものです。この黄色い丸は、つまり穴あきドルメンの内側から見た穴ということになります。中深くご覧ください。右が穴あきドルメンをですね、内側から見た写真です。首が異様に細い点に注意してください。えつまり、これは、まあ、騙しへ。 隠し絵ということになります。場合、林博司発見です。注意深くご覧ください。黄色い丸で囲んだところは穴開きドルメンの穴。そしてこれは何かと言いますと、指なんですね。穴の向こうに見える指ということになります。右は私の指でした。で、この穴を塞いでみますと、左の人物には首がないことが、頭がないことが、 わかります。つまり、二重の中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首ということになります。では、なぜこんなところに穴あきドルメンがあるかということですね。なぜ穴あきドルメンかということになります。左のこの頭のように見える丸い部分は、穴あきドルメンを、穴あきドルメンの内側から見た 様子ということになります。つまり、穴だということです。穴だということです。ここに注意してください。では、なぜこんなところに穴あきドルメンの穴が描かれているかということです。その、それはですね、この絵をもう一度注意深くご覧いただくとわかります。この赤い枠で囲った下の部分を見てください。ここには、 アナーキドルメンが描かれています。右はベロッキオとレオナードの合作と言われているキリストの洗礼の中に描かれているアナーキドルメンです。全く同じです。元々の作者が同じですから同じに書かれていてもおかしくありません。ミケランジェロもレオナードもベロッキオも1500年後のキリストの操り人形芸術家でした。 メケランジェロもベロッキョもレオナルドも1500年後の操り人形芸術家でした。1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ですから同じになっていたとしてもおかしくないわけです。比較してみてください。右の絵の中に描かれているアナーキトルメンと同じものがメケランジェロが描いたとされる天井画のシステーナ礼拝堂のこの絵の中に描かれています。 ここに描かれているのは穴開きドルメンを外側から見た図ということになります。注意深く比較してください。ここが重要なポイントです。その上に先ほどの絵が描かれています。では、その穴開きドルメンは何であったかということですね。つまり、餌としての人間を閉じ込めておくためのドル面であったということになります。 硬化さすだけでも3000個以上の穴あきドル面が残っています。その証拠がベロッキオとダビンチの書いたと言われているキリストの洗礼の中に描かれています。この洗礼の絵の中に描かれている二人の子供に注意してください。この二人の子供は餌です。注意深くご覧ください。この子供たちの顔を見てください。目は腫れ上がり、膨れ上がり、鼻は、鼻は、まあ、砕けですね。頬には傷があり。 というように、虐待を受けた子供の顔がこの中に描かれています。右の方は修復後の、えー、イエスの洗礼です。キリストの洗礼です。左は修復前の、えー、キリストの洗礼の絵です。この子供たちの顔に注意してください。この右の絵は修復前の絵です。目を見てください。目は腫れ上がり、鼻はつぶれ、目の周りにはクマができています。虐待を受けています。 左の子供もやはり目の周りにクマができています。虐体を受けた子供の絵です。中深くご覧ください。つまり、このような形で、ベロッキオ、あるいはレオナルドという画家を通して、操り人形を通して、1500年後のイエスは、いわゆるアナーキドルメンというのは、餌としての人間を閉じ込めておくための檻であったということを示しました。このアナーキドルメンが、 先ほどの絵の中に描かれているということですね。そして内側から見たその様子が描かれているということです。そしてその手前には首のない死体があるということになります。つまり、二人の人物が運んでいる生首は、実はこの左の人物の生首ということになります。その証拠が同じ絵の中に残っています。 もう一度、先ほどの絵を注意深くご覧ください。向かって右側の人物には、実は隠し絵、騙し絵という手法で、生首、首が生首ではありませんね。首があることが示されています。右の人物には頭があります。繰り返します。中央の二人の人物が運んでいるこの生首は、向かって右側の人物の生首なのでしょうかそれとも向かって左側の人物の 生首なのでしょうかもう一度皆さんしっかりとこの絵をご覧になってください。一般に言われている世間的な常識がいかに当てにならないものかということをこの絵を通して皆さんにも分かっていただけると思います。500年間誰も疑わず、誰も気がつかず、そして放置されてきた事実を皆さんは今このような形でご覧いただいています。この中央の 人物が運んでいる生首は向かって左側の人物の生首ですその証拠が向かって左側の人物の絵に描かれていますベッドの上に横たわっている人物の絵に描かれていますこれからその証拠をお見せいたします注意深くご覧ください向かって右側のベッドの上に横たわっている人物にはですね頭があります頭があります注意深くご覧くださいいいですか皆さん ここが今日の結論ということになります。この人物のこの赤い部分に注意してください。この赤い部分に注意してください。この絵もですね、やはり天井画も修復されていて、現在は大変わかりにくくなっています。この赤い丸に注意してください。ひび割ると一体化しているためにわかりにくくなっています。が、古いと言いますか、修復前の絵では、この部分が この部分に花と花の穴が描かれています。修復後はこれは下のひび割れと一体化して分かりにくくなっています。古い方で判断してください。修復前の絵で判断してください。ここに花と花の穴が描かれています。まあこの絵、天井画にはですね、無数のこうした ダメシエ、革新が仕込まれています。これもその中の一つということになります。皆さん注意深くご覧ください。ここに描かれているのは鼻と鼻の穴です。つまり、向かって右側の人物には頭があったのです。つまり、中央の人物二人が運んでいる生首は、向かって左側の穴開きドル面の内側に置かれた人物の頭ということになります。これが結論です。このような形で、この体の向こうには頭が あるということになります。繰り返します。ここに描かれているのは鼻と鼻の穴です。いいですか、皆さん。500年間、私たちは学者たちに騙されてきたということになるんですよ。誰も気がつかなかったんですよ。その事実を今、皆さんはこうしてご覧いただいています。これが事実です。つまり、処刑されたヨハネは替え玉のヨハネであったという証拠を1500年後の イエス、キリストがこのような形で、神聖な礼拝堂の天井画として残したのです。皆さん、これが事実です。もう一度確認してください。中央で運んでいる、この人物、二人の人物が運んでいるのは、向かって左側の人物、すなわち、エダマの人物の生首ということになります。処刑されたのは、ヨハネ、バプティストのヨハネではなくて、カエダマの 人物の生首,首と,いうこと,に、えー、ということになります。以上です。Bye for now.Social Consciousness Calm writes as follows our history is not what we think over the past few thousand years we have warped our own history our versions of the past has been mistranslated changed altered and skewed to fit our understanding of reality and completely left of many things that we cannot explain. today we are going to look at an alternate version of our history, a version that was hidden behind the history we learned and know. here you see some paintings painted by michelangelo Boronotti at capera sistina, through which you may know these. facts <Thanks> 私たちの歴史は歴史家たちの都合の良いようにねじ曲げられ歪められ改変されてきました結果として現在私たちが知っている歴史になりました今ご覧いただいているのがミケランジョロが書いたとされるシュスティーナ礼拝堂の 現状画です。いろいろもっともらしい説明がなされていますが、そうした説明がいかに的外れなものであるかは、こうした絵画を見ていただければわかるはずです。つまり、私たち人間は、こうした絵画の向こうに隠されている、まさに私たちが神々と呼ぶエイリアンの歴史を何も知らない。 知らないまま表面的な歴史を見て、それが人間の歴史と思い込んでいるだけということになります。それともあなたはこうした絵画を見て、私はこうした事実を知っていたということができますかが、残念なことに、こうした事実に最初に気がついたのは、私の友人の森本聡さんです。今から、 4年前の2012年のことです。それまで、つまり、それまでのこの500年間、誰も気づかなかったのです。歴史家も、美術評論家も、そして皆さんもです。男を絶世の美女だと評論してみたり、隠し絵、騙し絵にも気づかず、素晴らしい絵と評論してみたりしています。 つまりその気づかなかったという部分に冒頭で言いましたようにねじ曲げられ、歪められ、改変された私たちの歴史があるのです。そこで大切なことは、まずこうした事実に気づき、それを認め、受け入れることではないでしょうか。その上で、なぜ、どうしてを繰り返しながら、その中から推論を引き出し、 仮説を立て、証明し、さらには、理論へと組み立てていくことではないでしょうか。いいですか、皆さん。今、皆さんにご覧いただいているのは、事実なんですよ。事実です。そこにある事実です。そうした事実を見ながら、林博士の思い過ごしであるとか、あるいは林博士の 頭はおかしいとかどうか考えないでくださいよ。大切なことは皆さん自身が自分の目で見て自分で考え自分で判断することです。そういった意味では既存の歴史家たちの意見は全く当てになりません。彼らは嘘こそ言いませんが本当のことも言いません。自分たちにとって 都合の悪いことは皆、覆い隠しています。でないというのなら、もう一度、システィな礼拝堂のこれらの絵画を見直してみてください。中には、身の毛もよだつような、ぞっとする絵画もあります。そうした絵画を見ながら、あなたはそれでも、カトリックの教義を具現化した素晴らしい絵画である、と言いますか 言い続けて良いのでしょうか周りくどい言い方をやめます。レオナルド・ダヴィンチにしても、ミケランジェロにしても、1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ダヴィンチにしては、存在したという証拠そのものがどこにもないのです。つまり、1500年後のイエス・キリストは、こうした 芸術家なる操り人形を仕立て、自らの正体、イデオロギー、アジェンダを示したということになります。言うまでもなく、私たち人間に対してです。言い換えると、例えばダ、ダヴィンチ、ミケランジェロが書いたり作ったとされる作品を逆に分析することによって、その向こうに私たち人間は私たちが 神と呼ぶエイリアンの正体、イデオロギー、アジェンダを知ることができるのです。いいですか皆さん。この地球に住んでいる知的生命体は人間だけではないのですよ。人間だけと思ってはいけません。人間だけと思って傲慢になってはいけません。しかもその知的能力は人間のそれをはるかに 超えています。人間がとても立ち打ちできるような相手ではありません。そのとても立ち打ちできるような相手でない知的生命体がそれぞれの時代にそれぞれに姿を変え私たち人間に接してきているのです。その事実に私たち人間がまず謙虚になる。わかりやすく言えばそこにいる 神という存在に謙虚になるということです。言うなれば、人間はボロボロの不完全極まりない生物です。まずそれに気づき、それを認め、次に謙虚になる。謙虚になって教えを請う。その相手が、ここで言う私たちが神と呼ぶ知的生命体、つまりエイリアンということに、 なります。繰り返します。決して傲慢になってはいけません。いわんや、人間こそが唯一の知的生命体と思ってはいけません。完成された生命体と思ってはいけません。私たち人間は未熟で未完成でボロボロの生命体だということです。それを認め、その上で教えを請う。 つまり、私たち人間には知らないことがそこに山のようにあるのです。知らないことだらけです。その一例が今、皆さんにご覧いただいているシスティーナ礼拝堂の天井画ということになります。それとも、あなたはこうした絵画に表現されている事実を知っていたというのでしょうかいいですか この500年間、誰も気がつかなかったのですよ。誰も疑問に思わなかったのですよ。まず、そうした事実に謙虚になることではないでしょうか。私たち人間は何も知らないのだとです。そういう意味では、ダヴィンチ、ミケランジョロの残した作品には学ぶべきものが多いと 私、林博士は判断しています。なお、最後になりますが、だからといって心配しないでくださいよ。私がここで言う神は優しいですよ。今の今も信じられないくらい私たちのそばにいて、私たち人間を温かく見守っていますよ。でないというのなら、 私たち人間はとっくの昔に滅ぼされていた、つまり絶滅させられていたということになります。ただ一言。私、林博士の立場で言うなら、どうかこうした事実を宗教と絡めて考えないでくださいね。神とかキリストとかいう言葉を並べると、 人間の皆さんは住む宗教あるいは信仰宗教と絡めて考えるかもしれません。林博が説いているのは宗教だとです。が、私が皆さんに求めているのは信ずるとか信じないとかいうような話ではありません。スピリチュアル、つまり 霊的なものではなく、繰り返しますが、そこにある事実を認め、受け入れ、自分で考え、自分で判断し、自分で理論を組み立てていくということです。そこが重要です。その結果として、あなたが私と同じように、その向こうで神を認め、エイリアンを認め、 1500年後のキリストを認めるなら、それはそれであなたの判断ということになるのではないでしょうか。その第一歩として、今皆さんにこうしてシスティーナ礼拝堂の天井画をご覧いただいています。広島市浜松市、j a p ジャパン。 it doesn't matter whether it is intentional or not. resolution of a painting or an alteration of it destroys its value as evidence. here i show you some of the examples in this video, the examples which are not any other acts than profanities. あるいはないにせよ、絵画の修復あるいは回収は、それが証拠として持つ価値を破壊します。そうした例を、この動画の中で皆さんにお見せしますが、それこそ、神に対する冒徳以外の何者でもありません。広し林、やハママシティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。絵の修復イコール、 証拠隠滅。私がその事実に最初に気がついたのはですね、今からもう3年以上も前の2012年のことです、えー。ブルガリア・ソフィアのアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂のこの絵を調べていた時のことです。左が修復前、右が修復後ということになります。色の風合いも微妙に違いますけども、この2枚の絵を比べていた時にですね、 人物の顔が微妙に違っていることに気がつきました。例えばこの二人を比べていただきたいたんですけども、右の方がより人間っぽくなってますね。そしてサングラスをかけています。そ左の中央を見ていただきたいたんですけども、左、白い襟の上にですね、まあ人間の顔があったと思われるんですけども、この段階ですでに消されていますね。それがですね、右の方では完璧に消されて、もう何も残っていません。 で、中央のこのビショップに注意していただきたいんですけども、左の方を見ていただきたいんですけども、これはどう見ても人間の顔ではありませんね。まあ、ョークワイドの顔に、顔でですね、目の周りにクマあ、な縁があります。そして耳のところには大きな穴が,穴が開いているように見えます。で、まあ、発達した顎ですね。そして鼻が低くて口が尖っているように見えます。それは右の方では、やはり紳士っぽく、えー、書き直されています。これがですね、1500年後にイエスが書いた、えー、いわゆるまあ、 超頭人間ですね。縦長超頭人間だと林博氏は判断しています。で、この顔とですね、先ほど見せましたアレクサンドラ・ネフスギ大聖堂のこの絵とですね、比べてみますと、輪郭が大変よく似ているのがわかります。えー、飛び出た 額、そして低い鼻、大きな鼻、の花、そして、えー、口がですね、独特な形と言いますか、まあ普通でない形をしているのがわかります。そしてこの両者の輪郭を貼り合わせていますと、同じであることがわかります。なあち、えー、右の、えー、アレクサンドラネフスギ大聖堂のこのビショップはですね、私は、ーコーンヘと、超頭縦長超刀人間と判断しました。まあこれがパラクスで見つかっている超頭人間の頭蓋骨ですけども、それをですね、えー、1500年後にエスの絵と合わせてみますと、ぴったりと輪郭があります。なあち、えー、まあ これ、ダヴィンチの策ということになってますけどもね、ここに描かれている、この人はですね、超等人間ということになるわけです。次に、職業としての虐待された子供の話です。これはイエスの洗礼の絵ですけども、この左下に2人の子供が描かれています。で、右の方が修復後ですけども、綺麗になってますね。で、拡大してみますと、左の方の子供の目に注意していただきたいと思います。 目を見てください。綺麗になってますけども、左の絵を、えー、修復前の顔を見るとですね、誰が見ても明らかに虐待されてますね。目が腫れ上がり、はい。それから、目の周りには熊ができてますね。で、あの、鼻がですね、潰れてますね。そして向かって左の子供の、この目もつ、なってますか、潰れてるような感じもしますし、そして目のし、ここに熊ができている庭園からですね、私は虐待を受けた子供と判断しています。まあ、どのようにしてこう、修復されてるかですけども、例えば、一つの例ですけども、このヨハネと言われてる人の中 指を見ていただきたいんですけども、左の中指には耳のようなものが張ってますね。不気味な耳のようなものがここに描かれています。それがですね、右の方の絵ではそれが消されています。このような形で,ですね、自分たちにとって都合の悪いものはどんどん消されているということですね。絵の修復イコール証拠意味というのはそういう意味です。で、前もって申し上げていきますけども、レカシニュレリと、それからダヴィンチは同一人物です。一人二役の、いわゆるパペットアーティストだったということですね。1500年後のイエスに操られた人形、 まあ、いわゆる、まあ、あ芸術家であったということです。その証拠にですね、鼻を除いてこの両者の子は全く同じなんです。で、年齢差もちょうど7歳あるんですね。まあ、あの、1000、 生年月日を調べていますとですね、えー。ちょうどこの絵の中に表現されているシノレリとダビンチの顔もちょうど7歳ぐらいの差があるように思われます。例えば、上まぶたがですね、シノレリの方はより垂れ下がっています。まあ、そうした違いがありますけども、この両者は全く同じなんです。鼻だけは、おそらく変装用でですね、鼻と髭だけはつけたり、外したりしていたんだろうと思いますけども、変装用として使っていたんだろうと思いますけど、一人二役の、えー、芸術家であったということになります。これも林宏氏の、えー、発見です。 で、この二人を合わせてみますとですね、いわゆるプロポーションも全く同じだということですね。ただし、花と髭だけは違うということです。なあち、シノレリとダヴィンチは同じ人物であったということに注意してください。なあち、シノレリの絵イコール、まあ、レオナルドの絵ということになるわけです。で、そうした視点でですね、このシノレリの絵を見ていただきたいと思います。中央上にですね、マドンナがいて、そして子供を抱えています。そのマドンナの下にはですね、シノレリの描いたこの絵の中にはですね、子供の骸骨がずらりと並んでいますね。 これはし絵ですね。一見、まあ、骸骨のようには見えなくなってますけども、まあ、こういう形で,ですね。し絵という手法でですね、シノレディも子供の骸骨を並べて書いたわけです。なあち、マドンナは人間の子供を食べていたということになるわけです。で、これが骸骨だということですね。で、この子供の顔に注意してください。上の子供の顔に注意してください。この子供の顔ですね。これは一応、シノレディが書いたということになってますけども、1500年後のイエスですね。そして、その、 顔とですね、先ほどお見せしましたイエスの洗礼の中に描かれている子供の顔と比べてみてください。同じように目の周りにクマができてますね。そして目が腫れ上がっているような感じがします。この左の子供のですね、左目ですね。 何かしら潰れているように見えますね。まあ、このようにですね、同じ、まあ、もともとですね、1500年後のイエスさんが書いた絵ですから、同じようになるのは当然ですけども、このような形で,ですね、まあ、中央のマドンナがですね、子供を食べていた。すなわち、イエスの洗礼の中のこの二人の男性もですね、子供をこれから食べようとしていると、ルシャス判断しました。中央にですね、穴ーきドルメンが描かれています。そして、イエスの手には、担当が握られていました。これは、安政案と、 えー、聖母子の絵ですけども、この、これが、こちらの方が、あの、マドンナですよ。日本では逆に理解されているみたいですね。これがマドンナです。そして、右の方がですね、現在のルーブル美術館に飾られています。同じ絵ですけども、修復されています。左が修復前です。右が修復後です。で、これは解像度が低いわけじゃなくて、同じような解像度で撮られた写真です。 で、この顔を比べていただくとわかりますように、左の方には結婚の跡がしっかりと残ってます。結婚だってことはですね、下見ていただくとわかりますように、顔の輪郭のところでその汚れが止まって、汚れ、汚れてありませんけどね、止まっています。この絵も1500年後のイエスによって書かれたものです。そしてこういったカバンだ、バッグだとかね、衣服には結婚、いわゆる血の、 シミの跡が残っています。ところは右の方では完璧に消されています。ならち左のこの絵の中にはですね、結、え、婚、ー、がたくさん書かれているということですね。その説明はこの動画に続けて皆さんに説明しますからそちらをご覧ください。で、この向かって右にいますこのイエスって言われている子供の手を見ていただきたいんですけども、羊のですね、耳を掴んでいるように見えますけども、これは耳ではありません。中学をご覧ください。色が違います。 そしてこの子供はですね、羊の頭にナイフを突き刺しています。これも魂覚醒の手法ですね、えー。この子供はナイフを持っていて、そして羊の頭に突き刺しています。その証拠に今言いましたように、耳が白くありませんね。そして詳しく大きく、えー、見ますと、指と指の間に白い、まあ、羊の耳が見えるはずですけども、白くありませんね。なわち、これは担当であるということです。なわち、この子供は羊の頭に担当を突き刺して、その血吹きがですね、 飛び散っていいるととうことを、えー、1500年後にイエスは表現しましまた一応これも、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品ということになってますけども、レオナルド・ダ・ヴィンチも、これは、パペットアーティストでした。いわゆる、まあ、人形だったわけですね。そしてガン、あ 岩窟のツの聖母の話になります。で、岩窟クツの聖母、これは右の方はロンドン版です。で、このロンドン版も修復されていると思います。その証拠をこれからお見せしますけども、左の方はルーブル版です。でルーブル版についての、あの、これは証明しましたけど、この、えー 岩屈入成分ではなくて、これは水中の成分なんです。その証拠に水面に浮かぶ、左の方を見てくださいね。木や葉っぱ、枯れた木や葉っぱが浮かんでいます。ところが右の方では消されてますね。よく見ますとですね、この絵の色の塗り方、青い、青の塗り方に注意してください、えー。輪郭のところで白い、あの、隙間ができてますね。そして、ムラができてますね。そして下の赤丸のところ見ていただくとわかりますように、大変稚拙な、まあ、色塗りがしてあるわけです。なあち、えー、ロンドン版の方は明らかに改変されているわけですね。理由はわかりません。 消、されている以上、これ以上、まあ、追求のしようがないですね。で、左の方はですね、これは水中の様子を表したものです。で、その証拠にですね、これから皆さんちょっと脇道されますけども、これはあの、ロンドン版の方ですね。で、この、 これが、あの、ルーブルバンですちょっと色、あの、絵が混ざりましたけども。で、この両方を比べて、上と下を比べていただければ分かりますように、これ下はですね、水中から上を見た写真ですけども、その表現の仕方が一致しているということです。なあち、このカプセルに入った生母子たちはですね、ガブレート生母,た生母子たちはですね、水の中にいるということです。えー なんて言いますか、水の表現が写真のように、てかもこれは写真なんですけどもね、正確に描かれるていう点に注意してください。山の輪郭もぼやぼやとしてますね。これは水中から地上を見ますとこのように見えます。そして、この山ですね。山の輪郭にもう一度注意してくださいね。そして、まあ、こうしたカプセルの中にいて、そういうカプセルがあって、その中にこうした人物たちがいて、そして水中にあるということですね。 そうした表現をしてやるということですね。まあ、それがですね、今度修復され、修復されてきますか、されて、右のロンドン版のようになったと、林浩は考えています。もともとはこのような形で表現されていたのではないかと思います。まあ、これも、やはり修復イコール証拠隠滅いうことになるわけです。こういう絵ではまずいぞということになったわけですね。まあ、続く動画、2作ちょっと長いですけども、2作繋げておきます。どうかご覧になってください。えー、いわゆるまあ、絵の修復という名目でですね、えー修 こ古書って言いますかね。あいわゆる証拠隠密がなされてきたということです。林博史説です。Bye for now.